しいですね。それいいじゃないですか。スポーツマッサージみたいな感じですね。そうですね。うん、気持ちいい。ああ、それ好きだな。自分で受けたりとかしてたんですか？あ、私そんなに受けない方なんですよ。機会があればあれですけど、割りかしなしないです。あんまり体きついとかないんですか？なんかそこまでも痛くてしょうがないとかならない、今までなってないですね。お願いします。はい。この前とは違った感じで、あ、そうですね。ちょっとその、はい、丹野さんの理想的なやつよりもリラクゼーション系に行った方でやってみてください、はい、いろいろと言ってください、はい、あのこれ本当にこうわからないんですよ、正解が、まあ、正解ってあるようでないですからね、まあ、そうなんですけども、その自分にはない感覚じゃないですか、このリラクゼーションもみというか、まあ、確かに治療系というかガツッところのが好きなんですもんね、はい、だからそっちの正解はなんとなくあるんですけども、リラクゼーションの方ではまあ、ガラッと変えるっていうよりもちょっとこう当てる面を大きくして、あとは一押し一押しを短くやってますね。あでもそれが結構確かに一般的な、だいぶ近いと思いますよ、はい、全然できてると思います、はい、でもまあまあそうね、それは難しいと思うんだろうな。私前の方が、はい、丹野さんの、はい、なんだろう、なんかこう独自性があって、はい、きついんだけど気持ちいいみたいな、はい、で今は癖がないけど面白くもないみたいなで受けてて嫌じゃないけど、はい、あのスッキリ感とかもないですね。まあちょっと今途中ですけど、あの、一般的なものってそういうものじゃないですか。そうそうそう、だから万人受けを狙うと、はい、こうなりますよね。どうしても味が薄くなる、はい、癖がいかにないか、そう、匂いをなくしてちょっと、はい、あの美味しい味にしてみたいなね、なんか嫌われないようにみたいになるからね。いかにその平均に寄せたかっていう、私どっちかっていうと癖ある方が好きなのかもしれないな。それで言うとカツンと、なんかいや、あのきついのは好きじゃないんですけど、はい、その本人の狙いっていうものを感じる方が好きなんですよ、はい、なるほどねみたいなそう、あ、こういう感じを目指してるんだねみたいな。そうですね。あ、そうなんですかね。だからなんかその、はい、俺も結構自分で受けて、あの、その狙いがあるのを受けるのが好きなんで、そうそう、あ、こう来たかと、そうやっぱなんかブレがないじゃないですか、その人が、はい、その長年かけてだったり、はい、やっぱこう自分でこう研究したり して、はい、その一貫して作り上げたものが、その人が本当にいいと思うものだけで構成するってなってると、はい、やっぱその人のカラーが出るというか。そうですね。そう、だから弱いなら弱い、強いなら強いで、はい、なんかこう、まあ、自分の意思があって、そうあるとなんか安心して受けられるというか、はい、あ、なるほどっていう感じがあって、それを楽しむのはいいなって感じなんですけど。そうですね。なんかマニュアル欲しいな感じだと、はい、あ、まあ、この人やる気ないのかなみたいな作業としては上手くなりますけどね、結局作業なんですよね。だからやっぱ魂を感じないというか、曲と一緒ですかね。うまく弾けてるけど、なんかその人の情熱を感じないなみたいな、はい、そう。だからなんか今丹野さんがやってて楽しくないのが伝わるんですよなんかこんな感じでやればいいんでしょみたいなまあこなしてる感はありますよね。こなし感がすごいある。で決して悪くはないんだけど、はい、なんかこう本当にほぐそうとか、ね、情熱がないから、はい、受けててなんかこうこの気持ちが乗ってこない悪くないけどなみたいな。でも多分、はい、その何ですか、60分3000なんですか、はい、2キュッパですね。2キュッパでやるんだったら、はい、まあこんなもんだよねみたいな、はい、その悪くないから得したかなみたいな、そうですね、ぐらいですかね、はい、で、こんなもんなんですよ。であと丹野さんの元の手つきとかが
がすごくいいから、はい、決して下手にはならないんですよ、はい、だからまあそういう意味ではあこの人上手いんだろうながあって、はい、まあ安心して任せられる感じとか、はい、がある上でのまあそのこなし感だから、うん、嫌ではないけど、はい、なんかわーいって感じもない。まあそれはやっぱり分かってる人の意見なんですよね。ああでもそっか。まあでもそうなるべく痛くしないでほしいとかいう人からしたら、はい、これじゃないとダメなんですよね。うん、でしかもそれで今ちょっと痛いです。これで。ちょっと痛い。多分でも私今ちょっと肩が筋肉痛っぽくなってるのかもしれないんですけど。はい。なんかなんかちょっと。もうそうなると、うん、俺結構お手上げで。お手上げ。あのもう相当ビビりながらこうこんな感じでやるようになっちゃいます。あでもそれ気持ちいいです。あそうなんですか。嫌いじゃない。多分これ嫌いじゃない人結構いると思います。これも相当ビビってやってますよ。いやでも気持ちいいけど痛いって言われるのがやっぱり何よりもこう、まあね、苦痛というか確かにクレームみたいなもんですからね。そうなんです。辛いんですよね。うん、いや私でもこれ好き。私割と、はい、あのなんだろう、まあ、そのさっき言ったこととちょっと矛盾してるようになっちゃうかもしれないですけど、はい、あのただ撫でたりこねたりするような柔らかい手技結構好きなんですよ、はい、ふわっとしたっていうか、こういうのとか、あ、いや、なんかそのグリグリする感じは嫌なんだけど、グリグリ今みたいに抜きながらやるみたいな、こうそ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 う、ふわふわみたいな感じとか、シャ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 ってさするのとか好きなんですよ、はい、ただもうずっと撫でといてくれみたいな思ったこともあるぐらい。俺もあれですよ、その、はい、全部一通り施術が終わって、うん、最後そのさすってる時に、うんうん、それが一番気持ちいいって言われたことありますよ。そうそうそう、それが気持ちいいんですよ割と、はい、あのなんだろうポコポコ叩くのとか、はい、シャーッと撫でるのとか、はい、ああいう何の変哲もないというか、はい、意外とだから私安い体だなと思ったんですけど、こういうさすり方そんなに好きじゃなくて、あ皮膚がこう擦れるような、うん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 、押し込んで、うん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 、こう、うん、こう、あそれはもうこねな感じですね。そうですね、こねるようなのを、うん、これをちょっとこう、あ気持ちいいですね。ちょっと 早めに、それいいじゃないですか。こんな感じ、スポーツマッサージみたいな感じですね。そうですね、うん、気持ちいい。あそれ好きだな。はい、こんな感じで、うん、気持ちいいです。終わった時にこれがこう、うん、ああ一番いいねみたいな。あちなみに丹野さん今、はい、ちょっと話変わるんですけど、はい、足が寒いです。寒いんですね足が、はい、あの隠れてないのちょっと嫌なんですよ。末端まで覆われてる方がリラックスできます、はい、普段は2枚使って、うんうん、はいはいはい、ちゃんと全部隠れるようにやるんで隠してます。よかったです。ああそうなんですね、はい、ただ大判のやつなんで隠れますね。はいはい、あの俺その足先ちょこっと出るのもダメなんで、はい、であとダメなものが大判でよくあるんですけど、これもダメなんですよね。引きずったじゃないですかタオルを。あこれあそれが嫌なんだ。これすごいダメなんです。だから自分がそのタオルをちょっと動かしたいときは全部入って上げ直しですよね。そうですね、まあでもその方が丁寧ですよね。だからこれシャツの裾がめくれたりするんですよね、うん、あしますします。それダメですよね。それが、はい、気持ち悪くてここがちょうど中心になって、うん、こっちの長さとこっちの長さが同じであってほしいんです。同じじゃないと気持ち悪いし、 あとこのかけた時のそのシワも気になるし、あ、はい、細かい。あのある程度は、はい、均一を保つようにしますけどそこまで気にしないですね、はい、なっちゃうんですよね。ぴったりにはしない。それやってるとなんか、はい、結構いちいち直さなきゃいけなくなるじゃないですか。やってると動くから、あの、うん、動かないようにやるんです。へえ。いやそのこっちでやらないようにしてもお客さん動いたりしません？あお客さんどうしても動きますね、うん、ですよね。その場合はしょうがないんでかけ直したりしますよ。あただそんなにそんなにこう寝返り打つようには動かないんで、まあそうですよね、はい、大丈夫ですね。
あ、私は、はい、今みたいなシュッて抜くの嫌ですね。じわっと抜いてほしい。こんな感じで、あの入れるのにかけた時間と同じぐらいの時間をかけて抜いてほしい、はい、あの今のやり方ってグーシュッグーシュッて感じだったじゃないですか。そうですね、そのシュッっていうのは好きじゃないな。あ、そうなんですか、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。丹野さんの方もはい、お願いします、はい、チャンネル登録を、はい、気になった方はしてください。この動画がいいと思った方はグッドボタンをお願いします。よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ありがとうございました。 See you。